モップガールは、加藤実習の小説、および、これを原作とした、テレビドラマ。本作は、東方及び、SDP の企画提案をベースに、著者が、映像歌謡原作として、タイトル、人物、設定等を考案、執筆した小説である。映像歌謡原作についての詳細は、日経トレンディネット2007年11月3日付記事に、詳しいので別途参照されたい。 事件、事故現場などの訳けあり物件も大歓迎という清掃会社、クリーニングサービス宝船に勤める桃子が不定期で発症する突発性難聴の最中に事件、事故現場の掃除などをすることによって死者が残した念やメッセージを体の特殊な異変という形で感じ取り、その異変から逃れるため同僚と共に真相究明に当たっていく。 2007年10月12日から12月14日まで毎週金曜日23時15分翌0時10分にテレビ朝日系の金曜ナイトドラマ枠で放送された北川稽子が連続ドラマで初主演を務めた作品である葬儀屋に勤める桃子が遺品に触れると時間を遡るタイムリープという能力を身につけ上司の大友と共に死ぬ運命にあるものを 死から未然に救っていく。リトルエンジェルズその他ゲスト第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終、話し主要キャラクターや勤務先等の設定が異なっている。また、ヒロイン、長谷川桃子の持つ能力及びそれに基づくストーリーが大きく変更され、ヒロインがタイムリープ能力によって死者を救う設定となっている。その点に関して、 アメリカのドラマ、トゥルーコーリングとの類似性を指摘する声もある。結果として、原作から引き継がれている部分は、事件後の業務に関わる冷静な民間企業で、若い女性主人公が特殊能力を発揮するという、大枠と若干なの登場人物の名前ぐらいとなっている。ありがとうございます。